山梨県にやってきたのは実はこれなんですね。なぜか全日本童話会が山梨県のね、これ甲府市環境事情協同組合ですか、甲府市の施設に入ってる。なんでこのゴミ処理関係の施設、全日本童話会と国連 NGO 横浜国際人権センターが入ってるんだっていうところなんですよね。今日月曜日、平日なんだけども誰もいる気配がないですね。甲府市環境事業協同組合、この辺りが入ってるのはまあなんとなく分からなくもないでもないんだけども、なんで全日本童話会が入ってるんだっていう。まあ役所の中にね、なんかね、その天下りというか外学団体が入ってるっていうのは、そういうのは別に珍しくないんだけども、でも全日本童話会っていうのがね、何なんだろうなと思います。留守ですね。なんかいないですね。ちなみにこっちはなでしこ高校です。まああれですよね、ゴミ収集関係の団体が入ってるっていうのは、まあまだなんとなくわかるけども、まあちょっとよくわかりませんな。なんか時々車が止まってて事務所に人がいることはあるらしいんだけども、今日午前中いなかったんで、今午後になったんだけどもいないだろうな。結局この団体がなんでここに入って何やってるのかもよくわかんないそうなんですね。ここは環境関係の部署なんで、まあその関係のどうも企業の組合の一つみたいな感じになってはいるらしいんだけどもね。でもそこで人権とか童話を出すっていうのはやっぱり、まあ皆さん想像通りなんでしょうね。やっぱり人がいる感じがしないですね、今も。横浜国際人権センター山梨店。横浜国際人権センターなんですけどね、結局ですね、元は1989年全日本童話会神奈川県連の会長が作ったんですね。その時は神奈川県人権総合センターっていうような名前だったんです。で当時ね、童話対策はもう終わるかなみたいな話になってたんで、童話団体が人権なんとかみたいな団体作るのが流行ってたんです。でそれでできたのが解放同盟系の神奈川人権センター、共産党系の神奈川人権フォーラムですね。そして童話会系の神奈川人権総合センターでできたんだけども、でその神奈川人権総合センターの方に、まあその当時のね、杉藤さんっていう会長が関わってたんだけども、まあそっちの方に一生懸命になってですね、その杉藤さんがですね、全日本童話会本体の運営を投げ出してしまったようなところがあって、杉藤さんは横浜国際人権センターの方をまあ一生懸命やろうみたいなことになっちゃって、それでまあ横浜国際センターと全日本童話会の関係というのがね、疎遠になってしまったんですね。まあ元はね、実質的には横浜国際人権センターっていうのは全日本童話会だったんです。だけど今は完全に別団体になってるんです。ただ創立者であり今の会長というのが元全日本童話会の会長だっていうことは間違いないんですね。でここは山梨ブランチなんだけど、まあいずれにしてもね、どちらの会長さんもね、相当な年になっちゃってるそうですね。もう80、70になってるそうで、この横浜国際センター山梨ブランチ、ここに全日本童話会山梨連合会が同居してるっていうのは、この山梨県連合会と神奈川県のね、全日本童話会仲が良かったそうなんですね。その経緯でこうやって同居してるってことなんですね。だから横浜国際人権センターが全日本童話会と対立してるっていうことはないです。まあ別団体なんだけども、山梨県ではこうやって同居してるっていうことみたいですね。こういうことなんで、まあ電話しても繋がらないんで本人にはちょっと会えなかったんですけども、まあいずれ詳細というのは聞いてみたいと思います。まあここね、その家賃も払ってないし、水道光熱費も甲府市が持ってるってことなんで、まあね、市の外郭団体とかならまあわかるかなって気がするけど、全日本童話会っていうのはなんでここにいるんだっていうの、確かに人権を名乗る団体がね、そのこの環境とかゴミ収集とかに何が関係あるんだっていうこともあるし、ただここに入ってるのはね、私が調べてる限り2009年からです。でそれより前はね、なんか農協関係の施設に入ってたんですよ、この全日本童話会が。横浜国際人権センターもそこに入ってたんで、だからかれこれね、20年は行ってないけど、まあでもそれに近いぐらい山梨で活動してる。で山梨ではね、まあ窓口一本化がされて、それが全日本童話会だそうなんですね。
ただこの甲府市にはね、指定童話地区っていうのがないはずなんですよ。一応その今の善光寺1丁目あたりがおそらく部落だったとは思われるんだけども、でもそこの人もね、そこは部落だっていうのもどれだけの人が知ってるのかなっていう状態なんですよね。ということでね、でもなんか地元の人がどうもこれを夜今になってねつっついてるそうなんで、まあ何かしらひょっとすると一花あるかなっていう気もしてるんだけども、まあちょっとどうなるか見守っていこうかなと思います。で、詳細はね、下の概要欄で記事へのリンクを貼っておくんで、この2つの団体、全日本童話会と横浜国際人権センター、どういうものなのかっていうことはですね、ぜひね、自転車の記事の方でご覧になってください。ということで、とりあえずはね、現地からのレポートでした。